クール部代表の水野です。今回こちらの華やかなシニオンを作っていきます。これぐらいしっかり作り込めばお呼ばれなどにも使えます。ですけどもざっくりラフに作ったら普段の日も使えるシンプルなヘアアレンジになります。で今回明るいウィッグに、前髪なしの明るいウィッグに使ってるんですけど、黒髪の方でも全然大丈夫ですので、ぜひ試していただけると嬉しいです。それでは開催していきます。まずはじめに綺麗にブラッシングから始めます。分け目がパッカリついてしまっていると、どうしてもトップにボリュームが出ませんので、分け目がついてしまっている方はここ一度濡らして乾かしてボリューム出して綺麗にブラッシングしてから必ず始めてください。そしてまず一つ目のプロセスなんですけど、前髪、今回長いウィッグを使ってますので、前髪残して、遅れ毛もお好みで残しまして、だいたい耳後ろぐらいですねから前の髪を逆側も取り分けます。そして斜め後ろにこのような感じで少し軽くねじりながら、で少し角度を下げてこの位置ぐらいですね、で逆側も取りまして、この位置でくるりんぱします。くるりんぱするときにどうしても邪魔な髪があるとやりづらいので、このようなクリップでしっかり留めておくとやりやすくなります。そして緩まないようにこの位置、角度を下げることが大切です。顔周りが膨らまないようにしてください。でゴムを留めましたら、くるりんぱ毛束を通します。結構きつめがおすすめです。でこの時に穴を広げすぎると膨らみの原因になりますので、そのままくるりんぱします。で角度を下げて真ん中で割りまして、ぐーっと引き上げます。そして次はこのくるりんぱねじれですね、ここをほぐしていきます。この時ポイントがありまして、ゴムを持っておきます。ゴムを持って引き出していきます。で引き出すところと引き出さないところを作りますので、ゴム付近を引き出しましたら、次は1センチぐらい開けて横の髪を引き出します。こういった感じですね。少し空間を開けながらほぐしていきます。顔周りは真横に引き出さずに慎重に、このような感じの毛流れになってますので、毛流れに合わせて毛束を引き出します。顔周りも同じく引き出すところと引き出さないところ、手ぐしがぐっと入る感じが理想ですので、空間を空けながらほぐしていくと綺麗なバランスになります。逆側も同じくほぐしていきます。間隔を空けながら少しずつほぐします。ルーズ感欲しくないっていう方も、骨格補正ですね、顔周りが小顔に見えたりしますので、少しだけでもほぐすのがおすすめです。このような感じですね。次にこの余った毛先ですね、これを三つ編みしていきます。でこの時にポイントがありまして、必ず編み始めはきつめにします。ぎゅっと横に力を入れながらきつめに編んでください。ぎゅっと、そうすることで綺麗なシルエットに、シニオンにした時になりますので、必ずぎゅっときつめに三つ編みしてください。できつめに三つ編みしますとほぐしにくいので、途中でほぐしておきます。これぐらいの時にルーズにほぐしておきます。きつめに編んでルーズにほぐすのが可愛くなるポイントです。でこれをくるくる丸めてシニオンを作るので、この裏ですね、この裏もほぐしておきます。三つ編みの裏もほぐしておくのが可愛くなるポイントです。それではどんどん進んでいきます。緩まないようにきつめに編みます。でゴム留めする前にほぐしておきます。こんな感じですね。そぎとか入っている方はどうしてもこのようになってしまうんですけど、これ後から巻いたりとか隠せますので、もう無視してもらって大丈夫です。である程度毛先まで編みましたら、ゴムで留めます。
これで次に丸めてシニオンを作っていきます。このシニオン2つ作り方がありまして、まず1つ目がくるくる丸めて、このクロリンパの下の位置ですね、ここにグッと固定します。この位置で止めてお団子シニオンを作って左右からピン留めする方法ですね。これが1つ目です。もう1つがこのクロリンパの穴に通します。三つ編みを通して、長い方は何周もぐるぐる通して通しまして、ぐるぐる通してピンで留める方法ですね。やりやすい方でどちらでも大丈夫です。今回は丸めてピンで留める方法、一つ目の方法をしていきます。こういう感じですね。しっかり左手で固定しましたらピンで留めます。でピンは玉なしピンを使います。で根元と三つ編みを通すイメージですね。でぐーっと通します。で髪が多い方はどうしても崩れやすいので、固定したままピンを何本か左右から留めます。それでは逆側もピンで留めていきます。ピンをしっかり広げましたら、根元とこの三つ編みのお団子ですね、シニオンを通すイメージでぐっと広げて奥まで差し込みます。不安な方は近くにすぐ横で大丈夫ですので、何本か刺すと綺麗に止まります。ではバランスを整えます。このお団子のところですねは少し徐々にこう毛束を細くするイメージでほぐすと柔らかい立体的なシルエットになります。で後頭部のシルエットももう少し欲しい場合は少し引き出します。ここも一緒ですね。徐々に毛束が淡くなるイメージでほぐすと頭が大きくならずに柔らかい質感、上品な質感だけ出ます。次に遅れ毛ですね、前髪のところを少し巻いていきます。これぐらいの量でしたら2つに分けます。2つに分けて今回はリバース巻きします。内巻きではなく外側に、向こうはですね顔の内側じゃなくて外側に華やかになるリバース巻きをします。で巻いた後にすぐにほぐします。そうすることで柔らかいシルエットになります。こんな感じですね。逆側も同じく前髪をリバース巻きしていきます。前髪は根元まで巻きすぎると頭が大きくなりますので注意してください。中間ぐらいまでですね、これぐらいのして、でどうしても前髪に高さ欲しい場合は表面だけ少しまた持ち上げて細い毛束を少しだけ巻きます。そうすることでここに高さがずれて出ますので、そのような方法を使ってください。それでは仕上げにバレッタをつけていきます。こんな感じですね。パールのバレッタをつけていきます。つける場所的にはこの隙間がどうしても空いてしまう場合、髪が少ない方はこのクルリンパとシニオンの間ですね、ここにつけてもいいですし、これぐらいしっかり埋まってればここですね、サイドにつけてもバランスが取りやすいと思います。あとはこの髪が少ない方はこの三つ編みの作ったシニオンの横ですね、ここにつけても可愛いと思います。それでは一周ぐるっと巻いていきます。サイドシルエットで正面ですね、前髪は調整していただいて大丈夫です。最後にスタイリングの仕方ですね。で今回この N ドットとかを使ってみるんですけど、少し顔周りに透け感や濡れ髪感欲しい場合はオイルを適量つけまして、少しずつこのような感じで束感を作っていくような感じでつけています。ガッてつけるとどうしてもボリュームダウンしてしまったりベタベタしてしまうので、質感を見ながらこのように細かく細かくつけていきます。であとはこのボリュームをキープしたい場合ですね、この時にスプレーを使うんですけど、
指で少し持ち上げます。指で持ち上げて遠くから離してスプレーをこの指に振る感じですね。指に振る感じで作ります。そうするとボリュームがキープできます。でこのボリューム出すときもボリューム出さないところ、出すところと出さないところをつけまして、指でつまんでですね、で前髪が邪魔でしたら前髪の内側ですね、この内側をスプレーすることによって表面はあまりガチガチにならずに内側から少し前髪を固めることができます。こんな感じですね。これで遅れ毛が完成しました。で後頭部のところも一緒ですね。少しつまんで指にスプレーする感じですね。こうすることでエアリー感や立体的な質感が長時間キープできるので試してみてください。今回以上になります。シンプルなシニオンですので一つ一つの工程が大切になってきます。最初のクルリンパは必ず角度を下げて顔周りが膨らまないように注意してください。で三つ編みも編み始めが緩くなると間延びしてしまいますのできつく編んでルーズにほぐすというポイントですね。その2つのポイントをしっかり作っていただくだけで簡単にシニオン作れると思いますので、ぜひ試してみてください。今回もありがとうございました。